こんにちは、シオンの群れ教会の吉川直美です。今日は9月21日、エゼキエル書7章の14節から27節まで、最も恐ろしい裁きは神の言葉がないことです、というところから聖書を聞いてまいります。エゼキエル書7章14節から27節。ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても誰も戦いに行かない。私の燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣に死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって、皆自分の不義のために泣き悲しむ。彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震える。彼らは荒布を身にまとい、恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭は皆剃られてしまう。彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきもの、忌むべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り者として渡し、それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを怪我させる。強盗はそこに入り込み、そこを怪我そう。鎖を作れ。この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は異邦の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの聖女を怪我させよう。苦悩がやってくる。彼らは平和を求めるがそれはない。災難の上に災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は立法を失い、長老は悟しを失う。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、その地の民の手は罠なく。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ろう。7章のところまででも、こうイスラエルの民の裁きが語られていました。それはとても厳しいものでありました。でも今日はもっとこう恐ろしい裁きは何なんだろうか、そのことが記されているんですね。この終わりの時にはどんな防備もまず役に立たないということが語られています。たとえラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても誰も戦いに行かないとあります。敵が攻めてくる、そのようなラッパが吹かれたとしても誰もそれを迎え撃つ者がもういないんです。そしてバビロンからの攻撃だけではなくて、飢饉と疫病が蔓延します。どこに逃げても逃れようがなく、彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震えるばかりという状況です。
できることはもう何でしょうか、残っているんでしょうか。ただ荒布をまとって悲しみに嘆くだけです。あんなに頼りにして溜め込んでいた金銀も何の役にも立ちません。むしろそれは彼らを不義に引き込んだものであったことに気づいて道端に投げ捨てられるだけです。またそれらの金銀で作られた最も、まあ、最上のものであるはずの偶像も何もこう彼らを救ってはくれないんですね。それはただただこう征服者の分取り品となって持ち去られてしまうだけなんです。それはただのものにしか過ぎなかったんですね。そしてエルサレムには異邦の民の中でも最も残虐な者たちがやってきて、人々の家を襲って占領して、有力者をも蹂躙して聖女も怪我してしまいます。敗戦して敵に攻め込まれる恐怖、どれほどのものなのでしょうか。そしてどんな地位も栄誉もその征服者の前では虚しい価値のないものとなってしまいます。この時になって慌てて平和を求めても、もうそれは与えられません。再三今まで預言者を送って警告してきたではないか。あなた方は何の頼りにもならないものを神として拝んでいた。そのことについて私はもう何度も何度も口を酸っぱくしてきて言ったではないか。もうこの段になって慌てて主に頼ろうと慌てて預言者に幻を求めても、祭司に御言葉を聞こうと求めても、長老に何か役に立つ知恵を語ってもらおうとしても、この終わりの日の前には彼らにはもう言葉がないんですね。何も言うことがありません。今になってこれは神の裁きかもしれないと分かって急に導きを求めたとしても、もう遅いのです。エレミア書の18章を見ると、エルサレムの人々がこの預言者エレミアの警告を嘲笑っていた姿が描かれています。祭司から律法が、知恵ある者から計り事が、預言者から言葉が滅び失せることはないというふうにおごり高ぶっていたんですね。自分たちから神の御言葉が取られることはない、まあいざとなったら神の御言葉を聞けばいいぐらいに思っていたのかもしれません。しかし預言者も祭司も長老もあくまで人間にしか過ぎないんです。主が彼らを用いられているからこそ御言葉を語ることができるのです。そして主がもう御言葉はあなたたちには語らないともし決められたとしたら、どんなに願ったとしても御言葉は私たちの耳には届かないものになってしまうのです。イスラエルの民は自分たちは神に選ばれた民だから、何があっても神の言葉を聞けるものだと思い上がっていました。神様の愛の上にあぐらをかいてしまったんです。当たり前のように思っていました。ここまで来てようやく人々は神様お一人が主であること、その御言葉がどれほど自分たちにとって必要であったかを悟り始めたのです。神の言葉を聞かずに生きてきて、でもいざとなったら、まあ、助けてもらえばいい、そんなふうに安易に考えていると私たちも大切なものを失ってしまいます。それは神様との親と子のような親しい間柄です。普段の親しい信頼関係ができていないのに、普段は他の神々に求めて他の神々に捧げ物をして他の神々にいい顔をしてきたのに、急に危機に陥って全然頼りにならないと分かると慌てて聖書を読んだり急にお祈りをしたりしたとしても、どうやって聖書から自分へのこう言葉を聞き取ることができるでしょうか。また神様にどうやって祈ったらいいのか分からない、そして祈りの答え、神様からどんな祈りの答えが返ってくるのかを聞き取ることもできない、そのような状況になってしまいます。私たちは預言者や祭司や長老に尋ねらずとも御言葉
からまた聖霊によって神様の声を聞くことが許されています。主を信じる者一人一人が御言葉を聞く恵みが与えられているんです。そのことの恵みがどれほど大きなものか忘れないようにしたいと思います。感謝の思いを持って、時には自分にとって聞きたくない裁きの言葉のように聞こえたとしても、その言葉にも耳を傾けて、私たちを養っていただいて、そして時に悔い改めるならば、イエス様の血潮によって許してくださるのだという確信を持って、すべての主の言葉を信頼して親しいものとして聞きたいと思います。私たちには御言葉が与えられている、そのことの恵み、どれほど毎日味わっているでしょうか。まあ困った時にだけ開けばなんとかなる、そんなふうに思ってしまうかもしれませんけれども、御言葉はそんなこう処方箋のようなもの、そういう都合の良い時に、まあ、利用できるようなものではなくて、神様と私たちの関係を日々深めていくためにあるんですね。ですから毎日神様の言葉を聞いて、困っていない時にも、こう満たされていると思う時にも御言葉を聞いて、神様がどんなお方か、私たちをどれほど愛しているのか、そのことを蓄えていかなければ、そのもう本当に途方もない恵みを受けているということを忘れてしまって、その愛にあぐらをかいてしまって、このエルサレムの民のように御言葉を聞くことができなくなってしまう、そんなことのないようにしたいと思います。お祈りをいたします。主よ、どうか私たち、あなたの御言葉ではなく他のものを当てにしてしまうことの多いものですけれども、日々あなたの御言葉を聞いて主に従うものにどうぞ変えていってください。窮地に陥った時にあちこち助けを求めて泣き叫ぶのではなく、主の御言葉を信頼して主の真実に頼ることができるように、主は決してそのような私たちを見捨てることはない、その信頼を持って主の助けを待ち望むことができるように、どうぞ御言葉を持って養ってくださいますようにお願いをいたします。私たちの御言葉なる主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。